宣伝部の荻原です。商品企画部の宮原です。本日もですね、はい、いつもと違う、はい、飛び出してスペシャルロケ会でございます、はい。前回ですね、飯田と農家工場で、アテッサの組み立ての現場をご紹介して、はい、今回第2弾としてですね、川口湖工場に来ています。来ましたね、富士山のふもと、はい。で、ここの川口湖工場でもですね、大人気モデル、はい、AT818562。そうですね、ブラックチタンの、はいはい、大人気モデル、こちらのとある部品がこちらの工場で、はい、作られていることなんで、はい、早速工場の方をお呼びして紹介したいと思います。うん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、地盤製造家の高野です。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。高野さん、具体的にどこを製造している工場にあるんですか？ここではですね、文字盤と呼ばれる部品を主に作っております。おー、まさに腕時計の顔に当たる部分ですね。じゃあ早速、川口湖工場の方、ご紹介お願いします。はい。じゃあこちらになります。はい。はい。まず最初、はい、ここは何をされてるんですかね？ここは成形工程になります。成形工程、はい、うん、まあ、文字盤のベースとなる本体のところを作る、まあ、ほとんど一番初めの工程になります。じゃあ先ほどこう最後の文字盤見せていただきましたけれども、はい、まあ、一番最初の工程っていうところなんですか？そうですね。はい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 。成形される前の、はい、状態がですね、まあ、こうペレットと呼ばれるですね、まあ、粒ですね。あ、ペレット、はい、あの粒状になっているビーズみたいなものですね、はい、でこちらはあの成形機に入れてですね、はい、まあ、金型を使って、まあ、こういった模様とかですね、形を作っていくような工程になります。これ今ペレットが今黒と白と青のペレットがあるように見えるんですけど、はい、これはその文字盤の色だとかに合わせて使うペレットの色とかを変えていくっていうイメージなんですか？そうですね、あの文字盤の仕様によって使い分けをしてます。まあ、無限大じゃないですけれど、まあ、その微妙な青でもいろんな段階ですごいいっぱいある、はい、そうですね、はい、特にあのエコドライブっていうことで、はい、透過率で光の透過具合を調整しなきゃいけないので、はい、やはりこの濃度によってあのペレットを使い分けたりしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の工程お願いします。こちらになります。なんか白衣に着替えてきましたけれども、はい、エアシャワーでホコリを落としてきました、はい、ここは何をやってる現場なんですか？ここはあのスクリーン印刷工程になります。スクリーン印刷、はい、成形の後にですね、はい、プレスといってですね、まあ、形をあの抜く工程がありましてその後に印刷工程に入ることになります。じゃあもういわゆる最後の文字盤の形になったものがここに来て、はい、印刷工程を。そうですね、はい、じゃあ今回のこの AT818562 これだとどこをスクリーン印刷されてるんですか？今回のモデルはですね、はい、こちらの12時側のですね、はい、レジの周りにですね、はい、艶消し印刷を施しまして、少し表現を変えている工程になります。なるほど。だこの同じ文字盤の黒文字盤なんですけど、その黒のやっぱりこういったちょっとメリハリを効かすためにこういったスクリーン印刷を重ねて、うんうん、そうですね、うん、まあ、結構他のモデル紹介するときもこう文字盤の中でもその黒のトーンの表現とか青のトーンの表現ってよく、ね、うん、はい、ありますもんね。そうですよね、うん、それをやっぱり先ほどの、まあ、樹脂の黒であったりこのスクリーン印刷の黒であったり、まあ、いろんな黒で表現していくっていう、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ次の工程ご紹介お願いします。はい、次はですねタコ印刷になります。タコ印刷はですね、はい、まあ、細かな文字ですね、うん、まあ、シチズンというロゴでしたり、切り粉でしたり、まあ、細かな部分を印刷する工程になります。いやこれでもかなり位置精度求められますね。ちょっとでもずれちゃうと針が刺す部分が変わってきちゃうと、ね、はい、うん、ただ今回のだと白だったりとか、まあ、オレンジ、はい、とか、まあ、いろんなカラーリングがあると思うんですけれども、それをこう一回一回やっていくんですか？そうですね、まあ、色が違う色を同時に印刷できないので、はい、あのカラーが増えれば増えるほど、まあ、印刷回数を重ねて何回も、はい、印刷していくことになります。じゃあ このモデルについてはこのシルバーとオレンジの2色を使って印刷をかけている。そうですね、まあ、外周部は白ですかね、切り粉は、はい、あ、なるほど、そこもタコ印刷で。そうですね、はい、じゃあ次の工程ご紹介いただいていいですか？はい、わかりました。じゃあ次はまとめ工程になります、はい、こちらはあの細かな金属部品を貼り付ける工程になります、うん、今回のモデルというとですね、この12時のレジ周りの光っているところとですね、はいはいはい、あとこの窓枠周りの
キラリとされている部品が表現しているところになります。これが入ることでやっぱりちょっとキラッと感が増すんですね。そうですね、ちょっと引き締まりますもんね。圧着してる感じなんですか。そうですね、ある条件で圧力をかけて固定して、で剥がすところはですね、人の手で丁寧に剥がすという工程になってます。やっぱりこれも文字盤の数だけジグがあるっていうような形なんですか。そうですね、まあ本当にさまざまな種類があるんで、まあ、剥がしやすさだったりとか、はい、剥がし方だったりとか、そういうところにあのノウハウがあります。はいはいはい。でまた文字盤もまたクロシーとかレディーサートちょっと小さいですし、そうですね、あの非常に細かな部品もありますので、あの剥がすときにあのすごく気を使ったりとかっていうのもあります。また場所が変わりましたけど、ここは何をされてるんですか。こちらはあのウェジ入れの工程になります。はい、時計のまあこのインデックス部分のウェジと呼ばれる部品なんですけども、まあこちらを一つ一つ入れていく作業になります。本当に手作業で入れていくんですよね。そうですね、すごい細かい。やはり文字盤の種類、まあ、時計の種類が多いということもありまして、いわゆる大量生産的な自動化が、まあ、ちょっとハードルが高い工程になります。インデックスの形状もやっぱり様々ですし、文字盤のやっぱり大きさだとか、置く場所だとかというところも様々です、ね、そうですね、一つの文字盤で、まあ、何種類も植え字使いますので、まあ、そういったところもやっぱり自動化にはハードルが高くなってきます。高野さん、次は何の工程になるんですか。はい、次はですね、貼り合わせ工程になります。まあ、ベースとなる下板、はい、まあ、先ほどタコ印刷とかやってた下板と、はい、まあ、上板と呼ばれる、まあ、別の部品を重ね合わせて2枚を1枚にするような工程になります。はいはい、ついにじゃあ、まあ、それぞれでこう準備していた2枚の文字盤が合わさってかなり完成形にここで近づいてくるということなんですね。まあ、この貼り合わせで、まあ、ほとんど完成形になります。まあ、これもかなりあれですよね、ちょっとこの貼り合わせの位置とかがずれちゃうと秒針が切り札に向かなくなっていっちゃったりだとか。そうですね、はい、やはりまあ貼り合わせるためのジグだったり、まあ、もちろん貼り合わせる人のスキルだったりというところにまあ気を使って作業してます。はい、ジグもやっぱモデルによって変えてるんですか。そうですね、ほとんど一品一様で、はい、モデルによって変えてます。今見せていただいたこの貼り付けたやつはこの後どういう工程なんですか。でこの後完成検査を経てですね、はい、飯田工場に出荷となります。でも、まあ、もちろんですけども、まあ、こちらでも検査をした上で飯田工場に行って、飯田工場でもまた検査がどんどん繰り返されながら最終的に時計になっていくということなんですね。まあ、それちゃんとしっかりと検査してこのシーズンの品質を保っている、はい、素晴らしいですよね。いや今回も面白い、ね、そうですね、やっぱ文字盤だけとは言ってもかなり多くの工程を踏みながら完成文字盤に仕上がってくるんだなってところをすごく勉強させてもらいました。ですよね、次回以降またね新作のモデルとかこの動画紹介していきますけれども、はい、その時にこの川口工場を毎回思い出しながら、まあ、この YouTube で皆さんにご紹介できる、そうですね、このシリーズ、第3弾第4弾続けていきたいですね。はい、そうですね、はい、ぜひ今回も皆さんコメントなど、はいはい、お待ちしています。たくさんいただければ私たち毎回見てますので、はい、次回もどこか次の工場行きたいと思います。はい、今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。